はい、始まりましたダンサートーク、ダンスです生ダンサー MC のさやかです。よろしくお願いします。本日ですね、大阪に来ております。こちらのルームススタジオさんですね、ダンススタジオなんですけれども、今日は大阪ワークショップの日です。はい、ちょっと夏休みにワークショップができなかったので、春休みにやるよんということで今日は来ました。リベンジワークショップですね。というわけで今日はオーナーさんのね、お子さんがダンスの発表会ということで、実は今日めちゃくちゃ岸和田ダンスの発表会だらけというか、イベントだらけでバッティングしまくってて、ダンスイベントとだから今日ね、そんなに全然集まらないんですよね、実はあんまり。そんなもんです、私の実力教えの実力、そんなもんです。あんまり集まらないんですけど、知り合い同士でね、ワイワイと楽しくレッスンしていきたいなと思います。ではですね、早速入っていきたいと思います。おはようございます。あれ、おはようございます。おはようございます。どうもおはようございます。さやかです。ナミさんのアシスタントさせていただいて、真中です、お願いします。あ、真中さん、はい、真中さん、どうも。ちょっと南さん今日来れなくて、はい、撮っちゃっても今大丈夫ですか？あ、すいません。どうぞよろしくお願いします。あー、ナミさん会いたかったけどな。どうも、撮っても大丈夫？撮っても大丈夫。お元気？元気でした。はい、DA の後輩の鈴木ちゃんです。 YouTuber 上がっても大丈夫？あ、全然大丈夫。大丈夫。今日は何で来てくれたんですか？大阪に帰ってきてくれるってことで。あ、さやか先生が、はい、帰ってきたよ。DA だから、ね、ほんまに一番好きな先生だったんで。あ、もっと言ってみたい。すごい言ってくれた。DA だから一番好きな先生だ。 DA ありがとう。真中です。まやめい、大友達です。シワダの大友達、今日は受付もいろいろ手伝ってくれるということで、骨折中に。そう、本当は踊れるんです。ダンス部時代の、高校ダンス部時代の仲間なんで踊れるんだけど、なんで骨折したんですか？滑り台でこけた。ちょっと子供として大丈夫？あ、全然。ママ何やってんの？ちょっとカナちゃん、カナちゃん、ママどうした？滑り台逆から登って、うん、こけた。お母さん、お母さん、そして引き続きに、ほんまによろしくね。よろしくお願いします。ナオナちゃんです。ハンナです。お願いします。ダンスの先生です。さやかなポージングやって、さやかなポージングやって。私がポージングしようと思ってたから、なんかこういうのってさ、こういうのとかさ、こういうのとか。
強い強い服紹介する気あらへん。全然服紹介する気ないもんな。自分紹介してるもんな。そういうことか。お顔を主張したくなっちゃう。服を綺麗に見せる。その意識ね。OK。すいません、これダンサートークなんですけど。あ、はい、ダンサートークなんですけど、もう受けに来たということでありがとうございます。皆さん出ていただいた、ダンサートーク出ていただいた方です、はい、スタジオ経営順調ということで、おかげさまで、イエーイ、発表会もね終わってね、はい、はい、ね、可愛い生徒ちゃんたちが踊ってますけど、はい、なんで受けに来てくれたんですか。なんでですか褒められたい人も先続きにめっちゃ褒めてくれてな、嬉しいなって。さやかさんが大好きだからです。あ、いいでーす。え、怖っ怖っ、クレイジーな感じで。ずっと受けに行きたくて、ずっと楽しみにしてました。なかなかなっちゃうね、はい、マニアックやと思うで、私好きで受けに来る人。いやおいお前笑ってんなお前笑ってんな。少数派だと思いますよ、私のレッスン来てくれる人。でもずっと DA の時から大好きでした。やった、作品出てる、出させていただいた時から。ほれほれほれ、よかったらね、皆さん、あの3月でお忙しい時期だと思いますけど、他の方もぜひ受けに来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。おはようございます。あ、新しい子が、新しい子来た。じゃあちょっともうレッスン時間なんで始めちゃいます。よろしくお願いします。な、何ちゃんだ。ライです。ライちゃん、はい、お願いします。
というわけで以上が大阪ワークショップの様子をお届けしてまいりました。本当にね来ていただいたみんなありがとうございました。次回はですねぜひまた夏休みもワークショップしに行きたいななんつって思ってますので、今回来れなかった人たちもその際はぜひご参加いただけると嬉しいです。また大阪で一緒に会えた人は踊りましょう。それではせやねーでした。ほななー。あ、ゲームチャンネルと同じような終わり方なんだ。